はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、皆様にウィズブーケの作り方を伝授したいと思います。ウィズブーケっていうのはね、皆さんね、結婚式では必ず花嫁さんがブーケを持つじゃないですか。でね、なんでブーケを持つかっていうと、お花ってやっぱり似合うんですよ、人にね。だけど通常普段着で花束持って歩いてる人っていないでしょ。こうね、例えば贈呈で会社の送別会の帰りに大きい花束を持って歩いてる時に、こうなんか何とも言えない感じで持ってる人は見ます。でもかっこよく颯爽と持ってる人がいないんですよ。もう絶対にもったいないですよね。原宿とか渋谷とか行くと結構いろんな格好して歩いてる人がいます。でもね、お花持ってかっこよく歩いてる人って本当にいないんです。でもこれやり始めたら絶対に変わりますよ。あなたの人生も変わります。もうね、お花持って歩いてるだけでもうどんどん心は豊かになるんです。で、ものすごくかっこよくて、ものすごく目立って、もうね、モテモテですよ。あなただって、もう男の子でも女の子でもいいんです。デートの時に彼女にウィズブーケを渡してあげる、もうめちゃかっこいいじゃないですか。そんな男子います？もうね、そういう男子、日本人男子はなってほしいですね。そのぐらいウィズブーケこれから流行ります。そのウィズブーケの作り方を伝授します。では早速ウィズブーケ作ってみましょう。どうぞ。はい、まずですね、ウィズブーケっていうのはもう持った時にこう大きすぎちゃいけないんですよ。だからなるべくコンパクトに作っていきます。まあ、作り方はね、普通の花束と一緒なんです。もうこういうね、葉っぱとか無駄な葉っぱというかね、ちょっと不要な葉っぱは全部先に取り除いていきます。今回はこのピンクッションとバラとヒペリカンですね。バラとヒペリカンと、そのヒペリカンもちょっと紅葉ね、紅葉も使っていきたいと思います。結局こう小さくて、なんだろうな、こう持った時にね、大きすぎるブーケ、まあ結婚式でもそうですね、ウェディングブーケでかすぎるのははっきり言ってアンバランスです。それと一緒です。ただ、まだ結婚式はちょっとオーバーアクション気味でいいんですね。真っ白いドレスだから。でもこう普段着だったら、まあこう大きいブーケ持っててちょっと、まあ要するにね、に洋服に似合わないね、そこのバランスは重要です。だからウィズブーケも大きすぎちゃいけません。そして小さすぎてもいけません。その絶妙なバランスというのが大事なんです。そのあたりを踏まえて作っていきます。まずこういうふうにね、すべて花材を、準備していきますね。で、黄色いバラも入れていきましょう。はい、そしたら今度このドラセナですね。ドラセナはもうこのまんまではあれなので、パーツにして、例えばこれ大きすぎる葉っぱだったらこのように、裂いて、これを丸めて、小さくしてから丸めて、ホチキスで留めますね。まあ、こういうパーツを作っているんです。なるべくこうコンパクトにしていくのが大事です。ただ小さすぎてもいけないので、そのバランスはしっかり見極めていきましょう。これマジな話でね、めっちゃくちゃかっこいい。もう 2,3 年後に想像してみて、街の中をこうウィズブーケ持って歩いてる人たちがたくさんいたらどう？なんかこう日本っていいなって
海外から来た人も思うでしょ多分。あのね、やっぱりね、イタリアのスーツってさ、よくここに皆さん、あれを止めるとこあるでしょ、何でしたっけ、ピンみたいの、あれってイタリアって完全にフラワーカフ、なんかお花を一輪つけて歩く、かっこよくさっそうと歩くんですって。あのね、まあそういうね、なんていうのかな、日本人ってそういうかっこよさがまだ足りないと思うんですよ。だからまあ男の子も本当もっと歩いていいと思います。だから例えば彼女にねデートの時渡す時、もう堂々と持って歩いて、もう見せびらかしながら歩いてこう渡す、もうそういうねかっこよさが欲しいですよね。もうねそういうなんかね日本人はシャイだからみたいなところ結構聞きますけど、シャイって言葉で片付けちゃうね、多分いけないんです、これは。もうね、ぜひ持ってほしい。今ね、かっこいいのを僕が作りますから。でね、もし、フラワー、この今作り方を教えていきますけど、これ、作ってほしいよっていう人がいたら、言ってもらえればバンバン作ります。これはぜひね、もう、そういう人がいたらフラワーにこの下のリンクにこのウィズブーケを作るってあげるサイトっていうかこのアドレス載せとくんで、もう恥ずかしくないですから、何日に送ってほしいって言ってくれれば僕がねかっこいいのバシッと作って送りますから、ぜひ言ってください。はい、では作っていきます。まずこのピンククッションですね、これを持ちます。ウィズブーケは下のステムそんな長くいりません。でこのフラワークッションをね、これフラワー N フラワーでフラワークッションっていうんです。これ添えていきます。でね、この隣にはヒペリカムの実を入れましょう。クッション入れます、まあ、この時にねこの大きさのねバランスが本当に大事なんで、そのあたりを整えていきますよ。いいですか。こういうねドラセナのこういうところとかのこういう色がね、なんとも言えないじゃないですか。だからこれはやっぱりこう使っていきます。とりあえず黄色をもう一輪ここに入れますね。ここに入れてあげて、でここ少しね黄色をこう見え隠れするような感じにして上にかぶせていきます。こう、まあ、なんかちょっとおしゃれでしょ。このなんか何とも言えない透け感が大事です。もうね、ウィズブーケはね、もう全ての集大成ですからね。もうとにかく、めっちゃかっこよくないとダメなんです。こっちにします。オレンジね、オレンジバラ。どう？こうね。とにかくでかすぎちゃダメなんですよ。ちょっと流します、少し流します。ほい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 、で下もねちょっと切っちゃいましょう。はい、あとはもう仕上げですよ。この紅葉のヒペちゃんね、こういうのをおしゃれに使っていくんです、根元の方に。
とにかく多すぎるのは良くないんで、少しこう間引きながら、もうかっこよくかっこよく見せていきます。もうある意味もうウェディングブーケはね、白いドレスの元に持つから、もうある意味簡単なんですよ。あのこのウィズブーケのかっこいいのは絶対にもうめっちゃ持ってもらいたいからね。もうこういうのはね、もうなんかこれをさ、もう本当にこう街の中をさ、もう原宿とか渋谷だけじゃなくて、もう本当にどこの街でも持ってほしいわけですよ。ね、みんながもっと歩いてる姿思い浮かべて、もう涙出ちゃうでしょ、かっこよくて。どうですか、今までさ、なんか花束っていうとさ、こうちょっとこそこそ隠すようにさ、みんななんか男の子とかもさ、持って帰る時にさ、恥ずかしそうにこうこそこそ隠すように白い紙で隠してくださいとかさ言ってさ、持ってく子多いのよ。でもさ、そんなことする必要ないじゃん、こんなかっこいいのでしょ。はい、できました with bouquet。 これで結束してラッピングを皆さんにお見せします。でね、一番重要なのはこの持った時の長さ。これ長いとどこにも入らないし、こう持った時にね、あのステムが長いとここが当たるじゃないですかね。だからもうこのぐらい、もう一握りですね、一握りでカットしましょう。はい、まずね、この下保水ペーパーで、あー、まあこれキッチンペーパーでもいいです。僕これ今僕が使ってるのキッチンペーパーです。こういう風に、要するにお花ってお水がないとダメだから、こうやってお水がねつく部分を作ってあげます。もうこれで十分ですね。そしてここにお水を浸します。ちょっと待ってね、お水浸してくるか。はい、お水浸してきました。ここから結構重要です。あのね、ウィズブーケ、持ち歩くじゃないですか。だから、ただ、やっぱり保水との勝負なんですよ。だから、このね、ビニール袋をここにかぶせてあげて、そしたらね、ここの根元を、こうやってね、ピシッとこう、ビニールでね、止めたら、セロテープでここをギュッと、ここねギュッとこうやって巻いてあげます。水が出ないようにね、逆さまにしても。でもそれでも水は出てくるんです。あのね、やっぱり隙間がどっかしら空いてるんで水は出てきます。でもそれはもうね、仕方ないです。はい、まあこうしますね。そしたら、まあここからこの根元のところを、で今ね、ごめんなさい、今巻いた袋、これね、コンビニのレジ袋でも何でもいいんです。もしあれだったらあれでもいいですよ、サランラップでも。でサランラップの上からこのホイルを巻いてあげます ね、 そうやってね。もう要するにお家にあるもので全部済むんですよ。こうやって巻いてあげます。まあ最悪このホイールがなかったらホイールは巻かないでサランラップだけでもいいですけど、一応まあホイール巻いた方が根元が安定するんで巻いてあげましょう。で、こっからはもうこのままでもいいし、このままでももう十分だからね、かっこいいから。でもラッピングするんだったら僕はね、僕が作るときはまあこういうワックスペーパー。もうこれね、ピシッとやろうと思ったら大変なんで、もうギャムギャムギャム。ぐしゃ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 っとします。このワックスペーパーってこのぐしゃぐしゃ感が結構かっこよさを生み出したり、クッション性をね生み出したりするんで、
もうこうやってぐちゃぐちゃにしますね。はい、ぐちゃぐちゃになりました。そしたらこれぐちゃぐちゃにしたのを、まあここにこうやってね、下にこうやってぐちゃぐちゃ巻いていきます。これはね、特に法則があるわけでもないんです。これでぐちゃぐちゃ巻いていきます。ね。でちょっとこう伸ばしたり、で伸ばしたくないとかこうやって中に折り込んで、でホチキスであんまりこう出したくなかったらこうホチキスでバチッと止めちゃうんですよ。でこっちがちょっと出したいなと思ったらこのままにしておいて、ここをホチキスでバチッと止めます。あの葉っぱ止めちゃダメよ、葉っぱに止めちゃダメよ、あくまでも紙だけを止めるのね。まあこうですね、こうです。はい、できました。そしたらほら見て、ほらこんなかっこいいんだよね。それでここにこう、ね、伸びてきそうなところは全部つまんどくといいんです。これってホチキスでね。そしたらここにリボンをつけます。ちょっと待ってね。でね、今これ結構黄色オレンジ系のビタミンカラーじゃないですか。でここに黄色オレンジ系のリボンつけると、まあ洋服的には黄色オレンジ系の洋服限定っぽくなってきちゃうんで、こういうねちょっとくすんだ、なんでしょうね、ベージュというかくすんだオレンジというか、この辺りのリボンをつけると、こんな僕が着てるようなこんなカーキのねやつとかにもよく似合ってきます。この色、リボンの色結構大事ですね。これちょっとリボンもそんなに大きくしない、そんなに垂れも出さない、もう小さいこのぐらいのループのリボンで作っていきます。いいですか。でこの大げさにねつけるとかっこ悪いんです、これの。だからもう5ループぐらい、5ループ、ウィズブーケは5ループぐらいで十分ですね。で、ワイヤーで留める人もいますが、ワイヤーでなくてリボンで留めて、リボンで結んであげると、結構さっきのね、まあ今から実践しますけど、手で持ったところが、しっくりきますので、まあこういうリボン。今つけますね。でここのねところにこうつけていくんです。ちょっと結びますね。はい、できました。リボンのついたウィズブーケです。これなら、はい、M1 に持ってもどうですか。こう持ってかっこいいでしょ。ほら僕なんかだってもう完全にこれ自慢して持っちゃうね。ほらどうどう、ほら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 、かっこいいでしょ。もうぜひ実践してみてくださいね。こんなかっこいいさウィズブーケ企画やらなかったら損だよ。はい、もうね、作ってほしい人はこの下のリンクから注文ください。では今日はこちらのウィズブーケでした。はい、フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの右下の N フラワーデザインインターナショナルの付けたところがありますよね。それかここに今チャンネル登録お願いしますが出てますよね。ここクリックしてください。下のリンク欄からもチャンネル登録はすることができます。一人でも多くの方のチャンネル登録を募集しております。あと N フラワーの LINE アットもぜひ登録してください。皆様に有益なお花の情報をバン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 このフラワーズ自身が皆様にお送りします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 フラワーズ自身でした。